はい、ということでですね、今日のサブちゃんはですね、この間ね、バンダイの公式チャンネルに私たち出させてもらって、でそこでなんか缶バッジをたくさん作って遊んだんですけど、その企画の中でなんか缶バッジにしたなんかサムネを何の動画か当てろみたいなゲームがあって、でそれでヨッチが負けて、で罰ゲームで何かの動画、何かのボンボンの動画でヨッチが私となっちゃんの缶バッジを100個洋服につけて動画を撮るっていう罰ゲームだって、でそのなんか缶バッジはでもそのバンダイの方がね作っていただけるってことになったんなって、で缶バッジ、私となっちゃんの缶バッジが100個届きました。もうすごい量です。はい、まずこれ多分ね50個ぐらいある、でさらにもう50個ぐらいこんな感じ入っておりまーす。ということで今ねちょっとねヨッチがねそのスタジオでね別の作業をしてるので、ちょっと私はちょっと追い出されてしまって、屋上で、せっかく天気もいいのでね、屋上でこちらのヨッチの T シャツにね缶バッジを100個つけていきたいと思います。そういう動画でございます。よいしょ、ちょっと座ろう。はいよ、あ、風がすごいね。はい、ということですね。あ、もうヨッチがねさっきつけてくれたんだけどね、こんな感じ。今ねなっちゃんの缶バッジが3つついております。漏れてるね。これあれだね、多分髪切ったなんか染めたよって時のやつで、これはなんかわかんない、なんか小顔効果のやつで、でこれはあれだね、あの PV の撮影の時ですよね。まあ、そんな感じで、まあちょっと缶バッジもちょいちょい紹介しつつつけていきたいと思います。はい、これ同じやつや。いやーでもほんとこれ缶バッジさ100個つけるの大変だけどさ、作るのも大変だったろうなと思って、本当にバンダイの方ありがとうございます。本当にもうやばいよこれ、本当にヨッチ私となっちゃんのオタクみたいになってるこれ。はい、これ違うやつありました。これなんかのサムネ用に撮ったやつかな、なんか私となっちゃんのやつ、確かなんかのサムネ用に撮ったやつだと思う。でもこれ可愛いよね、ハート型ね、ガチファンっぽいよね。でも本当にさ、なんかわかんない、芸能人とかさ、アイドルとかさ、好きな人はそういう写真をなんだ缶バッジにして自分でグッズ作れちゃうよね。すごい時代だ。結構ね、ちょっと缶バッジかぶってるからね、もしかしたらただひたすら私が途中からはもうほんとただひたすら私がね缶バッジをつけるだけの動画になる可能性あるよこれ。どうしよう、私一人で喋れないんだけど。でもなっちゃんがね今ねちょっとね買い出しに行ってくれてて、でなっちゃんも買い出しが終わったらこっちにね屋上にね合流してくれる予定です。見えてなくね、さすがに見せるか、なんか何の動画だよってなるよね。よし、ちょっと引くか。まあね、外はね明るくてね反射しててね何も見えない、画面が全然見えないんで、だから映ってるかどうかちょっと分かんない。いやでもほんとね今日マジでめっちゃあったかい、マジであったかい、全然上着いらない、気持ちいい。てかもはやもうなんかこのままもうなんか何この屋上でね日向ぼっこしてねお昼寝したいって感じ。眠い、あ違う缶バッジ来た、なっちゃんのなんかチーズビヨーンってなってるインスタ映えなやつ決まってるね。やばい、でもこれ見てたらさ、てかこれ見てたらっていうか最近
チーズホットドッグまた食べたい。そうだ、春の話をしてたんだよね。今度ね、私はね、お花見に行くよ、友達とね。でね、なんかその企画してくれてる子たちが、まあ、何人かで行くんだけど、その企画のその中心となってくれる子たちがなんかそのお花見の場所を取ってくれるらしいんだけど、朝7時半に行くんだって。まあでもそうだよね、土曜日に行くからさ、やっぱ土曜日のこの時期はさ、やっぱもうすごいことになるんだろうね、そういうお花見スポットは。そう、代々木公園行くんだけど、マジねすごいんだろうなと思いつつ、でもあんまり私なんかザ・お花見みたいなさことした、あんまりなんていうの、なんか社会人になってからその夜なんか夜桜みたいのをなんか軽く見に行く、別になんかその見に行こうイエーイって感じで見に行くっていうよりかは、まあ、ブラッと行って、あー咲いてるみたいな感じで、まあ、ちょっとこうお酒缶ビールかな缶チューハイをこう飲みながら、もう大人の夜桜鑑賞みたいなのはしたことあるけど、あんまりね、なんかそのブルーシート敷いて昼間からこう花見なんかみんなでウェーイみたいなお祭りパーティー風みたいのあんまりしたことないから、ちょっと楽しみだね。天気いいといいけどな、なんか遊ぶもの持ってこっかな、何持ってこっかな、フリスビーとかかな。はい、今こんな感じ。今何個つけたんだろう、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13個。え、でも待って、これ100個以上ありそうな気がするんだけど、え100個、そんなことない。多分ね、今ねなんか多分この缶バッジ100個が半分半分に分けられてて、多分今ねなっちゃん側の多分ね50個分が、ね、今出てて、だから上の方がちょっとなっちゃんばっかりやっちゃうから、ちょっと私の方も開けちゃおうかな、私の数少ない漏れ画像をね、缶バッジにしてもらったから。すごい、あ、ちゃんと種類別に入ってんや。すごいわ、マジで。え、違う、待って。あ、待って。え、こっちだけで100個ある説あるよ、これ。ねえ、めっちゃ作ってくれてる。え、やばい。これだけで100個あるわ。200個ぐらいあるのかもしれない、もしかしたら。うわ、やば。ちょっとこれ全部は無理かもな。ちょっとやばいわ。量がやばい。マジで。ちょっと全部出して。やば。え、本当にありがとうございます。バンダイの方。え、やば。やば。やば。これ何時間かかったんだ。これ1日かかるよ、絶対。マジで。こんな作んの。マジか。え、これなんか、せっかくこんないっぱいあるからさ、てか絶対これね、この T シャツにね、つけきれないから、なんかあれできないかな。え、待って。え、でも白衣につけた方が良かったんじゃない説出てきたよ。まあ、いっか。まあ、いっか。え、てかさ、これなんか、絶対余るからさ、プレゼントとかできないかな、なんか、視聴者の方とかにね。てか視聴者の方ってなんかイベントとかあればね、そこで配れるんだけどね。でも今度もしかしてイベントやんないかな、まだわかんないな。イベントもしやりそうだったら配りたいな。はい、ということで私の缶バッジ出てきました。じゃじゃーん。これはあれだね、ドラマのクリスマス上映会の時の写真だね。これ時はね漏れてたね。私2018年までは漏れてたのギリ。なんか2019年入ってから急に老けたんだけど、どういうこと？ほんとね、最近ね、スノーで写真を撮るとなんか、なんだろう、こう、本物とのギャップがありすぎて、辛いっていう現象が起きる。これはね、あれやね、バレンタインの時に自撮りしたやつ。これもね、これだからもう2019年なわけでしょ、バレンタインだから。マジで漏れなくて、もうなんていうの、
漏れないすぎるから逆にアップにするっていうね。もうなんかいろいろごまかす。こうスタンプも使ってるし、ほんとね、なんか年なんだなって最近思って。でもなんか、まあでも別にね、なんか年取ったから、はぁ、つらっていう、まあつらって思う時もあるけど、でもまあそんなこと言ったって仕方ないしね。人間は年を取る生き物だからね。だからなんか最近はね、受け入れてるよ、それを。年を取ることだしね、別になんかこうね、なんだろう、もちろん可愛い、もっと本当は可愛く生まれたかったし、可愛かったらいいけど、まあでも自分のね、こう、そう、なんだろう、可愛くない部分も愛す。うん、それが大事。自分が好きになる、自分のことを好きになることが大事よ。はい、こちら、これ多分ね、なっちゃんのメガネかな。なっちゃんがなんかちょっと寝てた時があって、なっちゃんが寝てたから、その間に勝手にメガネを取って自撮りするっていう。でもこれもね、結構何枚も撮った気がする。いや、マジでほんとさ、なんかその何、元から多分めっちゃ可愛い人ってわかんないけど、多分なんかこうパッて写真撮って、ふとした瞬間に写真撮ったり、自撮りでも一発撮っただけでも結構可愛く撮れるのかもしれないけど、私はマジでめっちゃ時間かけないと自撮り漏れないんだよね、本当に。だから本当なんかツイッターとかインスタとかに自撮りとか載せてるけど、あれその1枚を撮るためにめっちゃ時間かけてるし、めっちゃ何枚も撮ってる時とかあるからね。あ、これはあれだ、なっちゃんと2人で整形メイクを動画でやった時のやつ。いやー、これめっちゃウケるよな、すごいよな、誰って感じだよね。じゃん、結構上の方ね。てか重い、これめっちゃ重くなりそう。20個ぐらいつけたかな今。どんどこ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 やっとくよ。着てみたら、え、なんかこの服装二つ結び似合いそうじゃねって言って、まあね、撮影以外で二つ結びマジで超久しぶりにやった時の写真、ありえんぐらい久しぶりに二つ。なんかね、私中高で部活でバドミントンやってて、だから中学の時、まあ、髪がまあ今ぐらいか、今よりちょっとまあボブぐらいかな、ボブぐらいで、でもやっぱボブぐらいでもやっぱその運動するのには結構邪魔だったりするから、その髪を結んでたんだけど、中学の時は二つ結びをしてたわけよ。もうなんか普通に別に何のなんかあれもなく二つ結びしてて、で高校に上がって、で高校でもバドミントンだったんだけど、で高校生になってからなんか二つ結びが急激に似合わなくなって、えみたいな、うわ年取ったわと思って、でもそっからはもう部活やる時ももういつも一つ結びとか、まあ一つ結びしてお団子にするとかをしてて、だから本当にこの何缶バッジの時のこの何写真撮った時はその中学の時ぶりぐらいに二つ結びしたね。まあでもあれか、あでもそっか、あの映画のその上映会の時も、まああれはね、でもまあイベントだったしね、上映会の時も二つ結びだったけど、まあね、そうやね、そんな感じですな。いや、マジで上映会の時の私漏れてんな。どうした？
じゃじゃん。あ、来た、なっちゃん。おやつ私の。聞いて、今怪奇現象。あー、いい感じじゃん。こんな感じです。はい、じゃあなっちゃんが来ました。今怪奇現象来た。何？じゃあせっかくだからカメラが今回ってるので、え、言えない怪奇現象。なんかさ、屋上来ようと思ったらさ、うん、屋上の階だけさ、うん、エレベーターを持たなかったってことやね。そう、今12階から上がってきた。嘘やん。ほんと1個だけ余ってる。え、違う列にあるよ。なかった。嘘だ。私の時あったもん。見落とした。うん、嘘だ。私の時あったよ。だって私だって13階で来たよ。ねえ、やばい。これね、200個ぐらいあるな。全部、まあ全部じゃなくてもいいと思うけど。やっぱリュック用にも使っあれしてくれたんですか。じゃあ、ここに。あ、汚いところですが、あ、いいよ、食べてて。最初食べてていいよ。ここで昼寝したい、ね、で私が結構今ずっとさ、何分なんかね、10分か20分ぐらいさ、一人でさ喋ってたる動画だけど大丈夫かな。大丈夫だよ。そんなんでいいんだよ。すごいつまんないけど。あ、いや、あ、行ってみよう。あー、うまい。私も塾でも撮ってるかった。うん、あれか、あっちか。カプリコ食べなくていいの？取っとくの？かわいい。ね、これやばいってか。クリスマスコスじゃん。あー、それね、うん、その私めっちゃ漏れてるよね。かわいい、すごい。その私マジ漏れてる。これさ、中国。そう、それカレー屋さんだから。カレー屋さんの背景。これはね、あの、今後 T シャツ貫通しないよね。ちょっとね、やりたいことある。何？これちょっと適当につけてんだよね、これ。適当つけてる。ちょっといい？やっても。いいって感じだね。うん、本当に。中国？中国エリア作ってる。バレた？そう。ちょっとじゃあ私が今までずっと喋ってたからさ、次になっちゃうから喋って。よ、喋ること。あるよ。あるよ。生活ないんすよ。じゃあ今日なんか夢見た？見てない。なんか見たな。なんか見たけど全然覚えてないわ。てかさ、最近さ、もうなんか朝はマジで起きれないんだけど。ほら、どうした？私このさ、まあ、この3年間、まあ、3年間って言ったらあれか、わかんないけど、その社会人になってからなんかもう日に日に起きる時間遅くなってる気がする。まあでもだいぶ時間かかってるね。ほら、日に日にって言っても3年間かけてってことでしょ。まあ
ね、まあ、3年間かけてはないんだけど、多分かけてはない実際は。ごめん、嘘はついた。え、まあ、なんか私家出んのが、まあ家で、まあ、理想の家出る時間が8時半なのね、うんうん、8時半に家出たいんだけど、うん、もうマジで起きれなくて、ほんと8時10分とか15分まで寝てる。え、何分に出てんの？8時半。え、出れる、まあ8時半に大体出る、まあ8時35分。まあ、8時35分でもまあまあまあ。え、本当は何時に起きたいの？じゃあ、え、本当は7時半とかに起きたい。1時間前ぐらいに起きたい。でもね、実際私7時半に起きてもやることないんだよね。あ、まあ、いや、どうだ、化粧だね。そうだ、私なんかいつももう化粧しないで会社来て、で会社で化粧してるから、確かにね、普通はそっか、そこでみんなやるんだよね。なんかね、時間があってもね、なんかね、化粧しないんだよね。あ、分かったね、違う違う、なんかその行きの電車でなんか落ちそう。落ちないよ。なんかその人にこう揉まれたりさ、したりさ。最近さ、変えたじゃん、化粧品。そっからどうなの？いや、なんか分からん。変わったかどうか分からん。持ちとかさ、そこまで実感はしてない。まあ、そっか。昨日寝るの遅かったの？昨日は、いや、でも昨日はだから並木ちゃんとご飯食べ行って、うん、で終電で帰って、うん、でもすぐ寝た。疲れてたのね。お風呂朝入った。お風呂朝入った。ああ、それだ。そうだ、私天才的なことを見せた。あれじゃない、天然ピー全部つけて、ちょっと寝ないとすぐ眠くなるから。私、そうだね、寝ないとね、本当、私寝ると食べるをちゃんとしないと本当動けなくなるから。でも食べると眠くなんない？食べると眠くなる、本当にね。私は本当なんか素直な体だから、健康体だからね。そう、ザ健康体。眠いともう眠くてな、もう頭働かなくなっちゃうし、食べないと体温下がるし、体温下がっても何も動けなくなっちゃうし、怒りっぽくなるし。マジでさ、だって高校生ぐらいの時にさ、なんかその時付き合ってた彼氏とデートしてて、でもめっちゃお腹空いたのね、うん、めっちゃ怒ってたもん。だから血糖値がやっぱ下がるからかな。そう、だからすげえイライラする。そっか、やっぱご飯が大事なの。大事。ではないよ、さすがに。ではないよ。まあ、あっという間に夏だね。いやー、でも早く夏来てほしいな。あれ、なっちゃんのいつが好きなんだ？冬。あ、そうなの？うん。へえ。まあ、でもなんか大人になって、うん、ちょっと夏というか、まあ、21ぐらいからやっと夏が好きに、うん、好きだなって思えるようになったかも。なんで冬好きなの？冬が一番いいから、楽しい。楽しい？うん、楽しい。なんかイベントとかがあるみたいな。あ、うん、イベントとか全然興味ない。え、例えばだからクリスマスがあるとかって。全然興味ない。なんで冬が一番楽しいの？なんだろうね、冬が一番寒いから。うん、楽しい。へえ。なんか心が一番動く。へえ。私夏だわ。だって冬さ、寒いからまず厚着しなきゃいけないじゃん、うん、めんどくさいじゃん。で、めんどくさいの？そこめんどくさがりポイントだったの？え、だそう、だからさ、でもう本当だから、まあこれ年取るにつれてもあるんだけど、さらになんだけど、うん、もう寒さに耐えれなくなってくるわけ、だんだん体が。ほんとね、昔は私本当に半袖半ズボンだったの、ずっと、うん、もう、うん、一日半袖半ズボンみたいな、うん、もうバトルしてて男子と。で、うん、
だけどもうなんかだんだんもう足も出せないしってなるとさ、もうなんか例えば着たい服とかも着れないかったりするわけじゃん。寒いからもう防寒をしなきゃいけないわけじゃん。めんどくさいじゃん。でしょ。だしその寒いからさ体が動かなくなるわけよ自由に。へーへーへー。やっぱ硬くなる、硬、くなっちゃう。やっぱ体がそうね。だし硬くなるからもあるし寒いから外に出たくなくて、うん、体を動かさなくなるじゃん。あーでもうあの、うん、外に出るのがもう嫌になる、うん、冬がいいな。でもスノボ、あスノボ好きなんだ。スノボね、もう飽きた。もう飽きた。もうスキースノボ飽きた。スキースノボもう飽きたよ。だって結構昔からやってるよ。小学生の時からずっとやってるよ。なんかやっぱ行くと、うん、やっぱこうすごい夢中になっちゃう。もう行ったけど、なんかあもうなんかいやそれでもね、そのもういいやって思ったのはでも今年かもしれない。あ本当。今年行っていやでも、ね、行く前から別にそこまでテンション高くなかった。けど、ここまでテンション高くなかったけど、まあ、いや改めて言って、まあ、別になんかまあ滑ったら滑ってる、まあ、その楽しい瞬間もあるし、うんうん、あれだけど、まあ、いっかなみたいな。もうなんかここから、なんかここからもし一生もうスキースノボ行けませんって言われてもそんな悔いない。そう、モサだね。ここすごいなんかあれだった、整形、整形像だった。ででん、だいぶ重い、重いこれ筋トレ、筋トレだね。いくよ、うん、いくよ。じゃあ ASMR 始まってんの。音でいち、てかちょっと夏っぽくない貝殻が。あー、はいはいはい。貝殻がさ、夏はね、いいよ。まあね、まあなんだかんだ夏もいいんだよ。あ、ね、夏は、もう、夏はね、わかんない、これがなっちゃうのでも冬なのかもしれないけど、うん、心が開くの。あ、毛穴も開く、解放される、まあ、毛穴も開いてるのかもしれないだからね、解放される気持ちがで私は結構、心が解放されてる瞬間がやっぱ一番幸せだから、こうなんか、なんていうのかね、こう自分の面積広くなる感じ。はい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 、はい、なのね。うん、まあ解放好きなの、ま、でも実際、うん、あのあれらしい、なんかあったかい、暑い国の方が、うんうん、やっぱなんかそういう感じらしい。ウフーイって感じ。本当になんか、そうそうそう、ブレイって感じ。そうまあ言ったらロシアとか、うん、寒い方のが発展してるし、うん、あーはい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 、なるほどね。そう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 、なんかそうそうなのよ、解放されてて、もうさ、夏の夜をにさ、タンクトップにショーパンでいい、ね、サンダルで散歩とか最高じゃない。最高。こうなんていうの、この自分の肌がこう夜風に当たってる感じが最高なの、うん、なんかでもね、うん、悲しくなっちゃうの。何が、何があった。いや、何があったや。悲しいっていうのは嘘だな。なんか寂しくなった、なんか。え、でも冬の方がそれなりそう、私は。いやなるとしたら夏だ、なんか特に春の夜から、うん、夏の夜がピークかもしんない。え、ここはいいの？つけちゃって。うん、これ袖をね、埋めたい。あー、なるほど。20個あるよ、1個、1個の種類付き。もうなくなるかも、うん、なんかね、けど夏はね、じゃあ冬はね、何がいいかってね、うん、冬の、うん、あ、唯一ね、イベントね、興味があるイベントは、はい、冬のお祭り、屋台とか、うん、なんかね、わかった、わかってないわなんか例えばさ、冬ね、屋台行くじゃん、うん、まあ例えばお好み焼きとか食べるじゃん。お好み焼きお好み焼きとか、なんかそう、焼きそばとか食べるじゃん、はいはいはい、でもしこぼしたとするじゃん、うん、なんか冬のこうダウンとか、なんかコートにこう、なんかソースとか作るって結構ないないだけど夏のこぼす人だからそれはで夏の T シャツとかにこぼすのは別にいいって感じしない。わかる、このさ、いや、わかるよ、わかるよ、素材のさ、ね、そう、ラフに着てるそうそうそう、あの、適当な感じでしょそうそうそう、なんか、コートにさ、やったらさ、あーってなるからじゃあ、ね、まあ、そうなるから、うん、こう、丁寧に食べるじゃん、うん、違うじゃん
違うじゃん、屋台は豪快に食べるじゃん。まあ、いつもか、いつもか。人によるね。そうかもしれない。うん、それはね、圧倒的に人によるかもしれない。なるほどね、冬の屋台がいいんだ。大好き。何食べんの？イカ焼き。あー、イカ焼きね。へー、屋台イカ焼き派か。でもね、中学ぐらいからね、ベビカスも好きなんだよ。あー、ベビカスって言うんだ。あんまり略したことなかったから、なんかはずベビカーみたいな。いや、すぐ分かるけど、マリカみたいな感じ。なんかすぐ分かったけど、なんか初めて聞いたな。ベビカスって言ってたの。まあ、私はジャガバタだよ。圧倒的ジャガバタだよ。ジャガバタ、圧倒的ジャガバタ、もう第一。いや、でも好きよ。ジャガバタ大好きだから、もう好き。でもね、なんか悲しくなっちゃう。なんで、何があった、ジャガバタに。何の思い出があるんじゃ、ジャガバタに。悲しくなるよね、ジャガバタ。何、分からん、分からん、分からん、全然分からんよ。絶対何かあったじゃん。絶対何かあったじゃん。ジャガバタの闇ね、絶対あるでしょ。、うん、だってなっちゃん、なんか分かった、なっちゃんの、うん、なっちゃんがこう、悲しくなるとか感傷に浸るもの選手権みたいなやったら、うん、結構いろんなもので感傷してられるでしょ、絶対。なっちゃん、ジャガバタで弾かれるんでしょ。いや、冗談、冗談じゃん、それは。それは確かに。でもさ、なんかさ、そのなんていうの、人によって絶対そういうなんかアイテムとか歌とか絶対あるよね。あるね、うん、あるある、絶対。で、私的にはなっちゃんはそれの数が多いイメージなんだけど。そう、いろんなもので。これ、私がめちゃくちゃ気に入ってる服だったらめっちゃ怒ってたよ。大丈夫、ちゃんと見てるから、素材を。素材を、素材これなら OK だろって。いや、これはいいよ、全然。これは全然、そう、自由だから。そう、自由だし、スウェットだし。これがさ、もうさ、スウェット生地とかじゃなくて、シャツ生地とかだったら最悪だよね。もう怒るよ、これ。ね、ちょっと、うん、多分、つける前に多分言ってるね。え、だってなくなったかも。いいの？台湾、台湾じゃない、中国。中国。うわ、でね、うんうん、夏のね、あれ、うん、だから夏、なんか冬はなんか寒いからこう温めなきゃいけないっていうのがめんどくさいって言ったけど、うんうん、まあ、夏は逆に言ったら暑いじゃんって言うじゃん、うん、私ね、夏なんか別になんか例えば撮影とかはしてたら嫌だけど、うん、何にもしてない、こうダラダラただしてる時間とか、うん、家で何かこう、まあ、片付けとか何かをしてる時間だったら、うん、別に私汗かいてもいいんだよね。へー、汗を。でも逆にこの汗がダラダラかいてる感じが気持ちいい、うん。あー、でも撮影とかは嫌だよ、ね、だってその化粧落ちたりするからさ、めんどくさって思っちゃうけど。とか、なんかほら、ちゃんとした服着てる時は嫌なんだけど、はいはい、まあ、私、家でなりたい夏はもうなんかあの、あれ、パッド付きのキャミソールみたいな、タンクトップみたいのに、下はなんかこう、なんか短いホットパンツみたいな。パンツでしょ。パンツではない、一応履いてる、なんか短いやつ、なんていうの、なんかあるじゃん、短いね。え、何、え、巻き込んでる。あ、なんか取るんかい。そんなに輸入したいんかい。大事。それで、そう、だから、うん、で、それの状態でも汗だらだらかきたい。はいはい、夏はね、うん、夏の何がいいってね、うん、自発的に汗をかきたくなるところだよね。そう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 、もうなんかちょっと動いたら暑いし、そうそうそう、思いっきり汗かきたくなって、スポーツとか、うん、やっぱやりたくなっちゃう、うん、そうそう、でやっぱね、動かしたくなるんだよね、体がね、うんうん、やっぱあったかいから、うん、冬さ、やっぱ動かんもん、汗かくのに時間かかるからさ、体動かん、冬は。ほんとに体動かん。そう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 、よいしょ。ほんと適当に汚しつけてる。いいよ。そうね、夏はね、ほんとね、好きなのよ、ほんとに。どこそこ、あそこ見つからないぜ。でもね、パパやマンゴー。でもね、去年の夏はね、私的にダメな夏だったの。なんで？うん、なんかね、やりたいことがあんまできなかったの。なんかいろいろこう、なんか、うん、予定が合わなかったりとか、はいはい、なんていうのかこう、忙しかったの。そう、ちょっとね、不完全燃焼だもんね、だったのね、うん、去年の夏は、うん、だから、今年の夏はちょっと全力で夏したい。はい、なっちゃんがこちらの袖を、何これ、私のインドじゃない、中国か、中国エリアにしてくれました。かわいい、重い。
今年はね。今年はね。アウトドアで行きたい。キャンプ、あ、そう、今ね、めっちゃやりたいの。これはもう夏じゃなくてもいいんだけど、もう何、5月とか6月とかでもいいんだけど、キャンプ行って薪割りしたい。あー、いいじゃん。もう、ガッチガチに汗かきたい。うわー。もうありえんぐらい汗かきたい。うわー。でもキャンプでまた、キャンプでキャンプファイヤーみたいなのしてまた汗かいて。うん。そうだよね。それがいいな。うん。その、あ、今年の夏もう前髪なくそうかな。邪魔じゃん。いや、狩るはしないけど、オールバック、オールバックてか似合うよね、なんか前髪長いの。いや、マジで、うん、いいと思う。あのね、来年のね、夏はね、来年の夏、はい、エンジョイしたい。なんで目標、なんで来年の夏、なんで今年の夏諦めたの来年の夏だね。来年の夏は何したい？グランピング。あと島に行きたい。島、うん、早く屋久島行きたいな。屋久島はね、楽しかったよ。一人で行っても楽しかったよ。そう、絶対一人で行ってくる。いやいや、マジ屋久島はね、てか一人で人めっちゃ多いもん。絶対多い。ね。うん。いや、今度私一人だったからかな。いや、絶対多いよ。だよね。なんかね、ガチ勢じゃん、だって。なんかみんな、なんか本当にみんななんかこう、自分探しの旅じゃないけど、みたいな人多かったよ。自分探しとか言わないで。え、なんで、なんか、あの、だからその、こう、どうして、ほんと、私が出会った人は、すごい、なんかね、この仕事辞めて、次の仕事までの有給期間中に、みたいな人が、何人もいた。素晴らしい。そう。一人だけいた。ちなみに私は卒業旅行だよね。あ、一人で卒業？一人旅行だよ。しかも、うん、だから、大学4年の、でも卒業した後だけど、うん、3月、29、30、31とかでいたから。もう次の日から会社みたいな。3月に行ったんだ。そうそうそう。でもダイビングとかしたよ。ほんと？ダイビングもした。卒業旅行さ、高校の時しか行ってないからさ。え、高校行ってない？あー、いい、うん、行ってないわ。友達とさ、うん、ディズニーに、あ、その時関西だったから、うん、ディズニーに行った。うん。で、あと、あ、中学も行ったよ。中学は、なぜか中学旅行とか金沢に行った。へえー、すごいね。中学にさ、友達同士で旅行って行ったことない、多分。まあ、あんまり行かなかったよね。なんで撮った？なんで撮ったの？なんで撮ったの？ごめんごめん、ちょっと足しびれちゃった。あー、しびれちゃった。私はそっち行こうか。何も見えないからね、画面、うん、大丈夫、映ってはいる。コンタクトしてるから何も見えない。あー、でも大学はね、それプラス、うん、あとあれだわ、友達と北海道行ったわ。だから北海道行ったんだけど、マジで北海道行った意味ほぼなかったわ。あれやりたい、流氷ウォーク。流氷ウォーク、うん、北海道のなんかオホーツク海の方で流氷の中を歩くんだよ。すごいね。そう、それやりたい。すごい。でもそう、そっちの方、ほんとさ、でも北海道マジで広いよね。広いね。超広い。知床、あ、知床の方だ。めっちゃ時間かかりそうだね、行くのに、うん、そう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 。多分目満別とかであれしないと。その辺行くんだったら、もうもはやあの北極、南極どっちか忘れちゃったけど、行ってオーロラみたい。いやアイスランドに、ねえ、ほんと誰かアイスランド連れてってほしい。自分で決めたい。ほんとちょっと、でも私オーロラ見たいかな。オーロラね、うん、カナダとかでオーロラ見れるんじゃないの？ちょっと見れないのか、ちょっとあんまり詳しくはない。そう、その北海道はさ、うん、まず行くじゃん、うん、昼ぐらい着くじゃん。え、どうするって言って、朝日、あれ朝日、札幌か、
札幌ビールのなんかお店みたいなのがあって、あのジンギスカン食べ放題みたいなお店があって、あーこう行こうっつって、でビールも飲み放題なの、だから札幌ビールのいろんなビールが飲み放題なのね、うんうん、で私たちもうバカだから、うん、そのビール一人たくさんあるんだけど、それを上からみんなで一個ずつ飲んでこうぜっつってで一人一個ずつってことね、うん、一種類ずつじゃなくて、うんうんうん、でまずこの種類みんなでわーい乾杯とか言って、うん、まあ、みんなで何杯も何杯も飲むわけよ。やばいじゃん。もう昼からくすっぱらうんだよ。うわいいじゃん。もう多分ほぼみんな記憶なくしてるみたいな。いいね。だからもうそのホテルに帰る道もうみんなで雪の中投げ合ってでマジ記憶なくて、うん、でせっかく来てホテル着いたのに寝る、昼から寝るどこ行ったの北海道の。その時札幌かな。あ、札幌か。で寝て、で夕方に起きるじゃん、うん、あ、じゃあそろそろご飯行く、また夜ご飯ね夜ご飯行くってなって、なんかラーメン有名なんだっけ。あ、札幌ラーメン、札幌ラーメンなんだっけ、なんかラーメンが味噌ラーメンか。あー、だからラーメン食べ行こうって言って、うん、ラーメン食べに行くんだけど、うん、まだそのお酒が残ってるっていうか、もうなんか二日酔いみたいな状態になってるの、もうすでに、うんうん、で、私はラーメン食べたんだけど、うん、吐くっていう。で、1日目がそれで終わり普通にあれじゃん、飲み行ってるじゃん。え、そう、だからさ、でも全然北海道に行った意味ない、ね、で、なんか二日目とかもなんか部屋の中でトランプとかしたりなんで。でもちょっとね、デパート行っただからマジで北海道行ったけど、北海道らしいことはまあ、うん、そう、あとカニとか食べに行ったから、まあ、食べたは食べたけど、うん、観光とか全くしなかった。もったいなー。まあ、でも私行ったことあったから、もう北海道は。そっか。そうそう、行ったことなかったらちょっと私嫌だったかも。あ、嫌なの。私結構そう、行ったらなんかそこでものやりたい派の人だから。そうだよね。そう、なんか北海道ね、多分4年前か3年前ぐらいに行って、うん、夏行ったんだよ、うん、あ、私も夏行った。夜さ、うん、ガがやばくなかった。窓にもうビャーって。そんなに、うん、そこが多かったんじゃないの。いやすごかった。私はね、小樽が一番好きだった。小樽、小樽の運河があるのが、うんうんうん、あの運河の夜がすごい綺麗だ。すごい好きだった。そう。あれ、刺さった。何、どこ行ったかな。でもその時、そのなんか1回目ちゃんと観光行った時は、うん、札幌、小樽、うん、なんだっけ、まあ、でもやっぱ函館。そうね、やっぱその辺だよね、うん、でもマジで遠いよね。遠い。そこでさ、先っぽであのほら北海道のさ、こう出てる部分、うん、出っ張ってる部分なんだけど、実はね、あの出っ張ってる部分と九州同じぐらいの大きさだから。そうなの、うん、地図で見ると本当にそんぐらいなの。やばいんよ、マジで広。いや、マジで北海道マジ強いから。やっぱりで、だってこれ見て、これね、北海道。ちょっと分かりづらいね。ちょっとね、何も見えないね。北海道ここじゃん、うん、ここの部分ね、札幌ぐらいまでのところ、こう、うん、何も分かんないでしょ、縦。確かにね、マジ。だから、ね、そう、私北海道その3個行った後に、うん、まあ、全然その後、まあ、全然時間経った後に九州行ったんだよ、その後、うんうん、で、九州も車で回ったんだけど、はいはい、九州狭って思ったもん。まあでもそうなるよね、うん、だってさ、縦の底の移動もさ、めっちゃ時間かかんない、うん、車で。そう、3、4時間普通に移動だよね。4時間ぐらいかかった気がする。マジで、北海道マジ強いね。だから旭山動物園だっけ、旭川の旭山動物園じゃなかったっけ。あれ旭山だったっけ。旭山動物園かもしれない、ちょっと分かんない。ちょっとごっちゃ、地名は旭川で出たって。じゃあ旭川、分かんない。有名な動物園でしょ。そうとか、あのほら、富良野のラベンダーバナナ系とかね、うんうん、もう行ってみたかったけど、うん、もうとてもじゃないけど無理だった。氷瀑祭りとかね、冬、3月、2月ぐらいかやってるんだよ。氷瀑。そう、めっちゃ綺麗なの。何が。なんかすごい、調べてみ、すごいよ。それ見たかったな。くせやで、ね、今何個くらいつけたかな。わかんない。もう50個以上ついてそうだよね。100個はまだないか、ちょっと。
ごめん、なんかバラバラで。バラバラで。好きにつけよう。もう出たとこ勝負だよ。出たとこ勝負。じゃあちょっと。何分ぐらい撮ってるの？結構撮ってる。やばい、これめっちゃ余ってるよ。もう襟付け終わったから。終わっちゃったね。襟以外につけた。ここつける？ここに。そう、見えないけど。思った。見えないけど。後ろにしようかな。あ、ここ？うん。ちょうど。ありがとう。ありがとう。でもここつけるの大変じゃない？うん、意外とね、うん、硬くない。そんなことない。うん、どうせ硬かったら。てかね、片方しかつけてなかったりする。どういうこと？あの、こうやってここに。ああ、そういうことか。そう。あ、でも意外といったわ。でいいね、もう。うん。自分でしたい。ね。てか、ピクニックしたいな。うん、いいね。なんかちょっとさ、妄想話しよう。いいよ。何話す？じゃあ、ピクニック、理想のピクニックデート。うわー、ピクニックデート。え、デートじゃないの？え、デートだけど、理想か。ピクニックに理想。でも朝早く起きてお弁当作る、うん、作るよね。え、じゃあお弁当の具は何ですか？何作りますか？おにぎり。おにぎり、うん、だけ？うん、具も作るでしょ。おにぎり、うん、ウインナー、うん、唐揚げ、はいはいはい、トマト、うん、はあ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 、ねあと何がいいかな。あ、私やったことあるかな。あとアスパラガスの、あ、肉、豚バラ、バラバラのさ、巻き。はい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 。卵焼きはないの？しそ巻きも作りたい。あー、卵焼き、卵焼き作ろう。やっぱなんか私さ、なんかそのミートボール、串の、串の、串に刺さってる。はい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 、一個一個ね。うん、なんかお母さんのお弁当をさ、やっぱなんかこう伝承しちゃう。やっぱでもそう、みんなそうだと思う、うん、なんか唐揚げ、うん、うちはね、あれだった、野菜ね、ブロッコリー入ってた。あ、入ってるね、ブロッコリー。ブロッコリー、あと卵焼き、うん、トマトとかはなかったな、うち。あ、そうなんだ。トマト楽ちんだから。ブロッコリー、あと何あったかな。でもなんかメインはそんな感じで、あとおにぎり。おにぎりは鮭かたらこだった。いろいろあったな。麺もあるし、鮭もあったし、あのふりかけのおにぎりもあったし、うん、あと梅しそふりかけ。そう、今はね、すごいなんかふりかけふわって感じだけど、ふわって感じだけど、その時はめっちゃシンプルだった。お、あ、どうつけるとこが、ね、ごめん、私の感覚がすげえあれかもしれない、広いかもしれない。いいよ、できた。ここでいいか、ここにするか、ここでここでいいか。サンドイッチもありじゃない？ありだ。てかね、昔あれだ、うん、昔お付き合いしていた人にサンドイッチ作ってた。私も多分サンドイッチはね、ある、ね、やったことある。お弁当もあるけど。お弁当もね、あった気がするけど、どうだったかな。いや、おにぎりだけだったかな。いや、作ったかな。だからうちはね、そう、うちはそのあれだった、もうなんかでかいタッパーに入ってるわけよ、ね、全部のが。一人一人お弁当分かれてなくて、うん、一つのでかいタッパーに唐揚げ、卵焼き、ブロッコリーみたいな。だからそんな感じで作った気もしなくてな。はい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 。え、じゃああれはハンドイッチの具は？何作ったかな。でもね、甘いのとおかず系両方作って持ってった。あー、甘いのも作りますよね。そう。てかやっぱ甘いのが楽なんだよ、具より、まあね、あ、確かに。サンドイッチ意外と大変だよね。めっちゃ時間かかる。この辺とかつけよう、うん、で終わりにしよう。はい、じゃあ今こんな感じです。すごいよ、めっちゃつけたね。あとちょっとこの辺だけつけたら終わりや。重い。あ、ここ行った、上野動物園。上野動物園行きたいの？行った。あー、そのお弁当持って。そうそう、19の時は。じゃあなっちゃんは、じゃあ
じゃあ、なっちゃん、上野動物園もじゃああれじゃん、鑑賞じゃん。鑑賞？うん。悲しくなる。ならないよ。上野動物園ならないの？ならないよ。別になんか昔行った場所とかにならないよ。そしたらもうどこも行けないじゃん。悲しくなりながら行くんだよ。いや、やだいな。私なんかね、でも曲とかはある気がする、うん、え、でも、なんか私、うん、なんか曲っていうか、なんかその、私多分高3の時に一番最初付き合ったんだけど、うんうん、初めて彼氏行ったんだけど、その彼氏ができてから恋愛ソングのなんかこう聞こえ方がめっちゃ変わった。へぇ、そう、なんか自分に重ねるっていうか、あ、はいはい、それまではそんなことしたことなかったから、はいはい、そう、好きな人とかいたよ、もちろん、うん、好きな人とかいたけど、その彼氏がちゃんとできてからめっちゃ変わった。ああ、そう、うん、それまではなんか全然重ねたことなんてなかったのに、うん、こうなんか曲を聴いて泣いてしまいそうになる時もあった。なんかそういえば高校か中学かどっちか忘れたけど、うん、友達がなんか辛いことがあったら、うん、その彼氏とか、うん、まあ、恋愛かな、わかんないけど、うん、恋愛ソング聴いて、うん、わざと泣きに行くって言ってた。なんで泣きに泣くの？そうから、マゾなんじゃない？なるほどね。まあ、すっきりしたいのかもしれないね。だいだい。まあ、浸りたいんだろうね、なんか。ああ、なるほどね。うん。うん、でも、まあ、そういう感じだよね、きっと。いや、私ね、多分ね、その嫌なことあったら結構、ドラマ見るかも。逃げる。まあ、逃げるもあるし、あと、そうなんていうの、あ、でもみんなこういう考え方か、とか、うん、こういうこともまあるよな、とか、うん、あとこうなんか、あ、やっぱり大切だなとか、うん、こう改めて感じたりする。はい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 。結構そういうのって、私ドラマにめっちゃ影響されす。あ、まあ、恋愛もそうなんだけど、うん、まあ、恋愛っていうより多分影響されすの仕事面、うんうん、例えば警察系のドラマとか見たらめっちゃ警察官になりたいとかなるし、うんうん、そう、ね、めっちゃ影響される。影響か、めっちゃ影響されるドラマ。割れてる。うん、ちょっと遅いね。遅いな。いや、こんなこと、結構これ私もう40分ぐらいやってんじゃない？いや、分からんけど。え？どうなの？分からない、全然覚えてない。ちょっと何時からやってるか。あ、フェルの研究所？フェルム研究所か。じゃない？わかんない、今の。でって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 。なんとかかんとかは。なんとか。これ、東海の動画見た？見てろ。あ、絶対頑張る。でって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 。おでさんやれる、おでさんやる。あ、もうこことここのせめぎ合いになってる、今。やばい！オセロみたいになってる。オセロか、オセロか、囲碁か。今度さ、屋上でオセロやろうよ。いいよ。やった。なんかさ、何かと屋上でやろう？いいよ。何する？屋上でやる必要ないことやる、うん、屋上でスライム作ってみた。まだ甘いな。そうね、甘いな。甘い。屋上でスピード。あ、いいじゃん、いいじゃん。屋上で七並べやった。あー、七並べいいね。ね、そのあー、あ、すごい。あ、来てる来てる。せめぎ合いが、せめぎ合いが今ここが思ってる。もういいか、そんぐらいで。そうだね。結構つけたよ、多分100個ぐらいつけてんじゃない、多分。ほんと？うん、そんな気がする。100個もある？まだよ。絶対ね、ないと思う。嘘だ。え、だって、私、この袋に、微妙だね。袋に入ってたやつだけで100個あったの。あれ、だったの。で、こっちにもあったじゃん。あ、こっちに入ってるやつ。50個ぐらい？え、でも、スタッフさんに過ぎない？いや、絶対、もっといっぱいある。袖だけで10個今ある。4、5、6、7、8、9、20、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、34、35、36、37、38、39、40、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、44、45、この辺だけで50個あるよ。これ20、やっぱ100個ぐらいあるよ。あるね、100個ぐらいだった。100個ぐらいあるよ。イエイ。
ということで、ペッペペッペペー、100個ぐらいつけたよ、イエーイ。ということで、これをよっちに来て動画を撮ってまいりたいと思います。終了。よし、じゃあ確認していいよ。